ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。うんじゃねえよピリついてますね。ピリついてるよ。今日は歴史的瞬間が見れる日だよ。やかましいわ。サムネとタイトルを見ていただいた通りなんですけども、 PKD が800の世界記録に挑戦しますと。まあ今世界陸上じゃなくてオリンピックやってますけど、数々の歴史的記録が今生まれてますね。はい、三浦選手の 3000m 初回だったり、はい、400m ハードルで世界記録樹立されたり、かなり盛り上がってます。以前ラビランのみんなでした企画があるんですけど、みんまみんまって言ったね。言った。周辺目開いてる？開いてない。目開けて。800m 世界記録チャレンジ、ラビランメンバー4人ボロボロの状態でやったんですけど、まあできなかったと。ギリギリ今回1人でやろうかなと。お前4人がかりでできないものはなんで1人でやろうとするんだよ。さすがに武田的ギリギリなラインで攻めたくて、200m×4 でやりたいんですよ、はい、あーね、普通に休んでやったら余裕ですわ。なるほど。23で全部入りゃいいわけでしょ。なるほど、はい、ギリギリ攻めたいんで、まず800の世界記録が1分40秒91ってことは、イーブンにすると大体25秒23とか、まあ、大体25秒切りと。大体ね。はいはいはい。なのでそれを1年前の僕は28秒を7分レストやってたんですよ、はい、28秒7分レストでで1年前やってました。はいはい。なんですけど、今年は25秒で7分レストでやっていこうかなと。出力の差えぐい。えぐい。これ言ったけど今めっちゃ緊張してるから。そうだよね。204本やるっていうのは、そうだよね。この暑さ大体35度ぐらい今ありますけど、はい、この暑さで25秒という出力、ちょっと怪我も心配なんで。怪我は多分出力的には大丈夫なんだけど、大丈夫。そうですね、YouTube 規制かかる可能性あるんで、うん、それは申し訳ない。その時は世界記録目指してくるから、はい、ちょっと待って、ここのまま待っとけ。はい。わあれ日本代表。はい。あ、じゃあ周平がオリンピック出たとしたらこういう絵になってたんですね。そうですね。コメントありましたね。吉木さんと武田さんオリンピック出ないですか。何を言ってんだよ。オリンピックさらに盛り上げていきたいと思います。はい。もしかしたらこの動画上がってる時は、はい、もうオリンピック終わってるかもしれない。じゃあ早速やっていきます。はい。ダッシュで行こうぜ。さあ TKD 800m 世界記録挑戦始まろうとしています。さあ始まりました。まず1本目24秒20。まあこんな感じですね。まあ出力がまあまああるんで、シュエ1本目24秒20。お前ささっきさ追い風って言ってたじゃん。いや追い風だよ。向かい風だよ。はい、6分前分かったって、うん、これガンガンひざわりプレッシャーかけてくんで、今回ダメじゃん。TKD 1分前。さあリカバリー7分から早くもラスト1分となりました。先ほど1本目24秒2でまあまあきつそうだったんで、この2本目も、どのぐらい貯金を貯められるか。 TKD はね、貯金していきたいって言ってました。ラスト2本は垂れてもいいから、ここで貯金を2秒以上つけたいと言っていましたが、どうでしょうか。さあ2本目。23秒68でございます。シュエさん23秒6っていうまあまあな出力できたから、この次の3本目4本目が相当きついと思います。そう、乳酸はえぐい。今2秒以上溜まってるでしょ。今2秒、貯金2秒以上。じゃあまた7分休んでいきましょう。あと6分です。あとラスト1本でなるやつ、スピード練習しかしてこなかったんで、うん、シュエ続きで、はい、こういう練習できたなって言ったんですよ。はいはい。一人で練習してて200とかやるんですけど、うん、どんだけ頑張っても24しかやってなくて。なるほどね。久しぶりに23秒出ました。やばい、それって俺がいるから。いや、カメラマンそうだね、でかいね。あ、ほんと。ヨシキとかじゃない、カメラマン。いや、じゃあヨシキ。ヨシキ次からタイム教えてくれないですか。次からタイムはシークレットです。いや相当きつそうだね。まあ2本あの出力でいったらまあ
乳酸はたまるよね。ああなっちゃうと俺の感覚ではもう10分でも足りないぐらいなんだよな。さあラスト2本持つか。でも本当に強くなったね。去年28秒でやってたってことは本当に強くなったんだわ。40秒前相当しんどそう。20秒前。3本目入るんですけど、3本目4本目はシークレットで、いけたかどうなのか分かんない状態で皆さんとこの動画この走りを楽しみにたいと思います。時間3本目、よーいゴッ。さあ始まりました。あーいいねいいね、動いてる動いてる動いてます。さあ TKD10 秒台を出したら次は400に挑戦したいと言ってました。100の通過が12秒5です。さあ12秒5、あーっそうそう、こっからシークレットです。こっからシークレットです。さあどうだ。はい、ちょっと垂れたね。ちょっと垂れました。そして完全なるケツ割れ。さあ本当に次のラストの秒数次第ではちょっと達成が危ぶまれるぐらいまで来ております。1本目24秒20、2本目23秒68、3本目がちょっと垂れました。1分経過。これは相当しんどいし相当いい練習になってる。はい、多分もうねふざける余裕がないよね。頑張れ、この乳酸と戦うんだ。運しかいよ。はい、2分経過です。きつい状態に立ち向かってるこの TKD の姿が明日の部活の少年たちの力になっております。ラスト1本振り絞っていこう。周平ジャパン背負ってるよ。頑張れ頑張れ頑張れ。1分前。いやーこれはねきつそう。時間をかけてスタートラインに戻りました。まあね貯金が約2秒弱あるとしてもこの状態だと一気に垂れたらね228秒なんて平気でかかる危険性ありますからね。まあラストどれだけ踏ん張れるか。10秒前。時間、さあラスト1本頑張れ、みんなで応援しよう。よーいゴッ。さあラスト1本いった。さあラスト1本は100の追加も読みません、完全シークレットでいきます。さあ大きく垂れなければ、大きく垂れなきゃ、あーちょっと垂れてるな。結構な垂れ具合です。100の追加結構な垂れ具合でした。さあどうだ、ふんばれ頑張れ。さあ、あどうだ、ちょっとこれは非常に際どいタイムになった。とりあえず頑張った、お疲れ様でした。お疲れ。ふいじゃねえ。かれこれ30分が経ちます。気持ち悪くてエンディングが取れません。30分経ってもこのぐらい追い込んだんで。うん、わかった。一向に回復せず日が暮れようとしております。今トイレに行って多分吐いたのかな、何なのかな、わかんない。今心配して迎えに来ました。宇宙史上ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。くれたね。翔平さんが死んでおりました。これさ、あのよくさ、女の子のさ、インスタにさ、こう仮番クラインでやってる女の子に、それのマイプロテインパンツ。かっこいい。パンツなんですよ。はいはいはい。あのこれあのデカめなんで、デカめっていうかあのちょっと長い系なんですよ。はいはいはい。だからあの足短く見えるんで気をつけてください。ああ大丈夫です。え？大丈夫です。大丈夫で。ああ。どうですか感触の方は？全くわからん。はい、ということで 800m の世界記録が1分40秒91でございます。周平さんの 200m4 本の合計タイムは1分40秒26。よし達成でございます。できた。いや素晴らしいよ。素晴らしい。じゃあ聞かせてもらっていい？
タイム、はい、3本目が25秒02。おお、そこまでは良かったんだ。際どくなってきたなと。完全に潰れてたからね、うんうん、もう完全にケツ割れ状態だったんで、うわ相当際どいなと思ってました。4本目が27秒36。なるほど。なんでここ完全に打ち上がって平均で28秒とか3秒ぐらいオーバーしてしまうなっていうのを心配しながら見てたんですけど、全然ありえない、うん、本当に、まあ、その通りになったんでまあ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 5秒0嬉しいわ、うん、あの感じで25秒0だったら悪くないと思います。だよね、はい、で最後もがいて27秒36なんで、周平がもし10秒台達成したら次のステージ400やってみたいって周平が言ってるってことをちょろっと言ったんですけど、ね、うん、まあそれにつながるいい練習にはなったんじゃない。そうだね、何の指標にもなんないけど、はい、まあ、可能性としてはこう一歩近づいた感じはあるよね、はい、51秒とか52秒。俺一応パーソナルベストが52秒11なんで、はいはいはい、高校生が最後に走ったんですけど。なるほどなるほど、まあ、それは抜ける可能性あるよね。今ねワンチャンあるね、うんうん、しっかり休んでください。寝ます今日もすぐ。そうだね、すぐ寝る、はい、てか寝てたんだけど最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。 OK です。